Just like the street lights lit this town like a fire in a blaze. 皆さんこんにちは。今日の YouTube は今までもう何回か撮ってきたんですが、お出かけのバッグのカバンをお出かけのバッグの中身紹介をします。で、私が一番持ってるバッグの中で気に入ってるもの、こちら多分インスタとかではよく見かけるし、コーデの時とかでも絶対持ってたと思うけど、このバッグを使って紹介します。私お出かけでも絶対に手帳をほぼほぼね持って歩いてて、多分結構持ってる人いると思うけど、 LINE のマーカーで、これはねこのペン差しとこのペンクリップは文房具屋さんで買いました。2020年の一発目の本はこちら、銀座のママが憧れる一流の男という本を買いました。私女やけどね、なんか気になったんで、まあ、一流は一緒やん、男も女も。結構面白くて最近は読んでます。あ、撮ってるこのカメラも中入れてんねんけど、今撮ってるから紹介は省いて、こちら昔ハレっていうアパレルブランドで働いてる時のレザーの手袋です。あとハンカチ、ティッシュ、今のあれなんでナプキン。私も聞いた話だから分かんないんだけど、これはオーガニックコットンのナプキンで何の話したの。で、こういう肌に触れてすごいいいものを使ってると生理痛が激減されるっていうのを聞いたことがあるから、ほんまかすか分かんないけど試してみてください。お肌も荒れにくいしかぶれにくい買ったりするので、ぜひ。ちょっと高いねんけどね。次は必需品たちです。まずメイクポーチ、また派手な。ハワイに行った時にビクトリアシークレットのっていう有名なブランドで3点セットポーチを買って、これ一番ちっちゃかったポーチ、その中で。この中はねお出かけなんでもうメイクもそんな直さないかなということで、これはバースデープレゼントにもらったシャネルのイデュラビューティーリップバーム、これはとてもお気に入りと、あとこれはハイライトとチークが一緒なのでお出かけの時は持ってるスリーヌシマリングデュオの01番と、本品をなくして試供品を使っております。ルヴァンコンパクトラディアンス20番のベージュレースシャネル、これはもう超おすすめ。次、今塗ってるリップがトムフォードの65番のディップカラーマグネティックアトラクション、ベルギー、ベルギーは原産国やのディップを入れてます。こんな感じです。ポーチの中身はこれ、ラメがちょっとハゲて、もうカバンの中ラメラメやね。次、こちら自転車の鍵とお家の鍵を入れてるクロエのキーケースで、これずっと前からあるんだけど、でなんかお店のポイントカードはこの中に入れてます。次、イヤーポッツ金の卵みたいなと、これなんかアマゾンで、私アマゾン大好きっていうか、アマゾンめっちゃ使うねんけど通販で買いました。金のなんかケース、なんかいろいろシルバーとかもあったんで、もしよかったら。これ結構傷ついてんねんけど、もう2ヶ月1ヶ月ぐらいやねんけどさ、こんだけイヤーポッチ傷つけてたんやなって思った。こちらもバースデープレゼントに彼にいただきました。じゃん、セリーヌの名刺入れ、カード入れで、名刺をこれから使うやろうということで、めっちゃすごくない？これめっちゃアコーディオンみたい。ここをこう分類できるからすごい便利。早くもう実践的に使いたい。これはこの色も絶妙に可愛いのですごく気に入ってます。で、これにカバンちっちゃい日はこれを財布とかしてるとか、ピタパを入れてピッてしたりとか、このキーケースのポイントカードもまとめたりで使えるので、これは重宝します。大事に使います。じゃーん、前紹介しましたがバレンティーノのパスケース、これピタパね。で、この中はねコストコの会員カードと学生証と学割のなんかとか、なんかいろいろ入ってますね。じゃーん、目薬生で入った。これもお誕生日プレゼント、私のカバンの中誕生日プレゼントで溢れてる。このリップのバームと一緒にいただきました。
あの白の卵ちゃんすごい有名じゃないですか、シャネルの。でずっと欲しいなと思ってたけど、さすがにハンドクリームにそんなにお金を出せなくて躊躇してたのね。じゃあ黒が出て黒も欲しいなと思ったら、まさかそんな時にいただいたこれ、めちゃめちゃお気に入り。しかもなんか見た目も可愛いからずっとカバンの中に潜ませてる。でもどんくらい使ったか分からへんからちょっと不安。結構使ったかな。こちらチャンスオータンドゥルヘアオイル、これヘアの方です。私結構さ香水をさ、あの髪の毛に振る癖があんねやんか。髪長いし持ち運びやすいし、この大きさお気に入り最近です。はい、最後これはこれもお誕生日にいただきました、ルイ・ヴィトンの長財布です。財布はあの前までは三つ折りの黒いの財布を使っててんけど、お仕事するときに長財布の方がいいよっていう風に本にも書いてたし聞いたのね。だから長財布をずっと自分の誕生日の時に自分に買おうと思ってて、けど両親に買ってもらいました、お誕生日プレゼントで。ベージュなんですよ。可愛いでしょ。でカードを入れるところとお札がここにしか入らんし、カードもこの4箇所しか入るところがないの。中に区切りは2個あんねんけど、だからカードケースがないとちょっとしんどい時もある。でもお気に入りです。お財布の中もついでにやっぱやめようかな。お守り、まずこれは西宮神社にエベッサの時に商売繁盛って彼氏とあのお参りに行った時に一緒に買ったやつです。で最近家計簿をつけてて最近っていうか今月からねつけてるから、ご利用明細か、例えば銀行のねやつとかを置いて、これをこうちゃんとつけたりしているので、これ明細がたまりにたまってる。でレシートもこれまた iPhone の中身紹介の時にすんねんけど、レシートを撮るだけで写真でねアプリで全部読み取ってくれるアプリを見っけたの。それで家計簿をつけてんねんけど、で1日のレシートをその日の夜にとかに取ってちゃんと捨てるか、まあ保存するか。でも今日はまだ整理してないからカバンじゃなくてお財布の中に入ってた。お金はね今1万円札しか入ってません。あと領収書とか、あとはキャッシュカードと、大阪行った時はルクアとかで買い物することが多くて、最近ポイントポイ活してんねん。ポイント貯めるやつ、ポイントカードとかはもう絶対出すように心がけてます。面白くないお財布の中身でした。以上がこちらのカバンの中身でした。でもあのめっちゃ歩く日とかは手帳を置いたりしてるし、携帯でどうしてもしなあかんこととか、そういう時は本置いてたり、カードをこの中全部入れたりとか、ハンドクリームちょっと置いてたりとかはしてるけど、基本的にはこんな感じのカバンをずっと持ち歩いています。ちっちゃいカバンの紹介もしてるので、お時間があればそちらも見てみてください。こんな感じで以上がカバンの中身紹介でした。またリクエストがあればコメントによろしくお願いします。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。バイバーイ。